よしなし。おーい、ミユ。お兄ちゃん。ほら、忘れ物。ありがとう。お母さんにお礼言っておけよ。お前のために作ってくれたんだから。そんなの分かってるよ。早くあっち行って。お兄ちゃんかわいそう。ミユ、あんな言い方お兄さんによくないよ。そうだよ、かっこいいお兄ちゃんがいて羨ましいぜ。そうかな、鬱陶しいだけだよ。ミユ、冷たすぎ。傷ついたお兄さんの心を癒してあげたいわ。いいなそれ。で、どうやって？もちろん、いろいろよ。この絵の魔女め。そんなのダメだよ。お兄ちゃんは私だけの。お兄ちゃんはあのことを後悔してるの？あんな幸せなことで後悔なんかするわけないだろ。だってあれから何もなかったから。態度が冷たかったからミユが後悔していると思って。照れくさかったの？そうだったのか。だったらここでしていいか？え？やばい、怒られる。いいよ。すげえな、これが俺かよ。すごい綺麗だよお姉様。ねえねえお姉様、映画見に行こうよ。うん、そうだな。じゃあ着替えるよ。せっかくメイクしたんだからそのままの格好で行こうよ。こんな格好で外出られないよ。うん、私本当はお姉ちゃんが欲しかったんだ。ああ、仕方ない、行くか。やったするのか。素敵じゃない。ミユも可愛いよ。急にそんなこと言われると恥ずかしいよ。ねえねえ、あそこにケーキ屋さんできたんだって。マジで？いいねいいね。ミユ、行こうよ。帰ろうか。うん、早く二人きりになりたい。あった、お兄ちゃん私との写真大事にしてくれてたんだ。お兄ちゃん好きだよ。パッとつけるのやめようかな。そのままでも可愛いって言ってくれるし。うん、お兄ちゃんの匂いがする。お、本？何読んでるのかな。なんで俺の本勝手に捨てるんだよ。それってどんな本？大事なものなんだ。やだ、返して。真面目に答えろよ。お兄ちゃんなんか嫌い。私の気持ち分かってない。なんなんだよ。困らせてしまってごめんなさい。あ、でもみゆちゃんはみつるくんのこと好きよ。そうかな。勝手に人のもの捨てて怒るんだから何考えてるか分からないよ。みつるくんはみゆちゃんのこと好きでしょ。みつるくんに突っかかるのって甘えているだけなの。甘えてる？そうよ、苦手な人の前だとお行儀のいい演技をしちゃうのよ。それでもあいつ何考えてるんだか。あいつグラビアアイドルに嫉妬してたんだな。なんか可愛いな。どうしてここが分かったの？お母さんに聞いた。お兄ちゃんは巨乳が好きなの？あ、そうだよ。でもな、
おっぱいの大きさに関係なしにミュウが好きだよ。ミュウはグラビアアイドルより可愛いよ。お兄ちゃんは私にぞっこんなんだ。ああ、そうだよ。お兄ちゃんの匂いだ。消臭除菌スプレーじゃなかったか。もういいの、これは私だけのものなんだからね。オナニーするなら私とエッチしてね。怒ったり甘えたり忙しいやつだけど、そんなミユが好きなんだよな。ただいま。お帰り、早かったね。早く二人きりになりたかったから。あ、それつけてくれたんだ。お兄ちゃんに夢中な小悪魔なペットだよ。